はい、皆さんこんにちは。佐賀キャプスでございます。11時を回りました。7月の10日の日曜日でございまして、本日参議院選挙投開票日でございます。深夜にならんと体制が判明しないらしいですけど、起きてられるかなって感じですね。はい、注目の選挙区ね、いろいろあるんですけど、昨日小沢一郎ナイスアシストですね。安倍さんが打たれた、自民党の長期政権のせいやとか言ってますね。君が自民党の長期政権が憎いのはようわかるけど、そこまで言うんかみたいな。それで泉健太代表に注意をされるというのがニュースになってました。それ注意するとそれがニュースになるんでね、みんなが知るところになるわけであって、ナイスアシストですね、自民党に対しては。小沢さんと泉さんの連携プレーで、これで民主党の票がガーンと減るやんっていう感じですね。で、注目の選挙区はですね、あれですね、私の注目の選挙区は岩手と岡山ですね。岩手小沢王国がもう崩れてるんですけど、ナイスアシストでですね、自民党候補が勝つと。岡山も創価学会の支援なんかいらんって言うたですね、自民党の女性候補がですね、創価学会がですね、民主党立民系の支援に回ってるそうですけども、これを蹴散らして勝つというこういうふうになると、あ、やったと思うんですよね。でもってですね、東京は6人目ですね、6人目がですね、どうでしょうね、山本太郎ちゃんと海老沢さんですか、維新から来た、この両争いになりそうですけど、私から見ると、やっぱり山本太郎の方がいけそうな気しますけどね。まあでも、別に言ってほしくはないんですけどね、もう言うてることむちゃくちゃですからね。まあまあ、その辺、その3選挙区は注目で、あとはですね、全国区ですね、比例の全国で、比例は全国しかないか、参議院の場合は。比例全国で誰が上がって誰が落ちるかというあたりですね。あと参政党が2議席取るという話があります。何の党かよう分からんですけど、なんかアパグループが支援してるなんていう話もあって、それは嫌やと僕なんか思うんですけどね。よう分からんって、赤尾なんとかさんという女性がいて、赤尾ビンちゃんのなんかと思ったら名らしいですね。名にしてはちょっと若いかなという気がしますけどね。赤尾ビンさんでも亡くなって2、30年経つんちゃうかなという気がしますけど、私が東京来た時はまだご存命でしたね。新橋で演説を聞いた覚えがございます。さて、どうやらですね、そういった小沢泉コンビのアシストとかですね、お亡くなりになった安倍さんに対するですね、クローズアップがあって、自民党はかなり、有利かなと、さらに有利になってですね、多分圧勝するんちゃうかなと。もう改選過半数125やってるんですよ今。125議席の、もう70は超えるんちゃうか、自公で70は楽に超えるんちゃうかなという感じですね。80ぐらいいきそうな。ほんで、立民ですね、22でしたっけ、改選は。そこからどんだけ減らすかですけども、もしかしたら2桁減るんちゃうかなという気はしますね。いろんな面で、ですね、もう立民ってなんかこう存在意義がないやんみたいな感じですね。もっと存在意義がないのは国民民主ですけどね。君ら何のために呼んのみたいな。まあそんな感じでございますけども、で、自民党が勝ちますと、いよいよですね、次の国政選挙はですね、3年後の参議院選挙、もしくは3年と2ヶ月後3年と2ヶ月があと衆議院の任期でございます。それまではないということですね。まあ補選もありますけどね、10月頃に安倍さんの山口4区の補選があるでしょうし、まあそういくつかの補選は出てくると思います。でも一応ですね、国政選挙はなしということになりますと、これ何でもできるわけですね。やろうと思えばいろんなことができるわけです。改憲勢力なんて言いますけども、もうやろうと思えばですね、憲法改正だってできるんですよ。ただ岸ちゃんって要は何て言いますか、何も考えられない、構想力のない人ですから、何かをやりたいとかっていうのが彼の頭の中にないんですよ。というか、そういうことをね、考えられないタイプの人間なんですね。あれってね、要は訓練したからね、訓練したから備わるもんじゃないような気がするんですね、私どうも。ビジョン、
ビジョンを作れるという、あるいは構想できるっていうのは、あれは、なんか持って生まれたもんではないんかな。それからその若い時にですね、そういうふうな発想力を鍛えるというふうな訓練が必要なのかと思うんですけど、あれですよ、訓練しなくてもできる人はできますからね。いくら訓練してもできない人はできませんからね。頭の柔らかさも関係あると思います。私頭の柔らかさっていうのはある程度生まれつきちゃうんかなという気もしますね。鍛え方も多少あるんでしょうけども、で岸さんはそれはないんですよ。明らかないんですよ。で黄金の3年間に多分そんな何かこう恐ろしく変わったことは、恐ろしくも言って言い方も変ですけど、すごく変わったこと、これはさすがやなみたいな、こんな昔はできひんかったやみたいなことはできるかというとですね、多分何もできないんちゃうかなと。岸さんである限りはね、これが安倍政権であればよっしゃ会見やって、会見に向かってですね走り出すんだと思うんですけど、岸さんが会見するというイメージ全くないですからね。なんか口では言うてますけど、そもそも憲法を変える意味というものをですね、彼は多分理解していないんだと思います。なんでそうするとですね、彼の聞く力ですね、しょうもないですけど、何回こうその私には人の話を聞きますって、あれ本当に情けない言い方ですよね。人の話を聞かんとお前ものが考えられへんのかみたいな、ほんまに本当私バカですって言ったのと一緒ですもんね。あれほんまに情けないな。日本の総理大臣、日本のトップともあろうものが、私は人の話を聞くんですって、機械でええねそんなもん、ほんまに機械でええねそんなもん、話を聞かなわからんようなやつを総理大臣になってほしないねんと私は思うんですけど、なってますからしゃあないですね。悪いことは しなさそうなんでですね、それだけは取り柄かなという感じもします。もう本当にサラリーマンフェイスのサラリーマンで頑張って最後部長になりましたみたいな顔しますよね。うまいこと言ったら社長になるかなっていう感じですけどね。そういったその与えられた仕事をですねコツコツとやるタイプではあるんですけど、総理大臣になりますとですね、何が与えられてるのかようわからんっていうところがあって、ここでですねこの3年間はですね財務省の天下なんですよ。いや本来ならですね、これでよっしゃーと思ってですね、財務省がですね、消費税を 12% にしましょうとかって言いそうなもんなんですけども、なんかおとなしいですね、財務省最近ね、そっちの方面はね。ただ、緊縮財政でいくと思います。財務省が支配しているということは、金使わんということなんですよ。金をなるべく使わずに税収を増やそうとするんですね。ですんで、このままいけばですね、この3年間はつまらない3年間になりそうな。で、今後インフレでしょ。インフレが進むでも何もできない。で、だからどんどんですね、政権支持率が微減になっていくんですね。黒田さん、いつ変わるか分かりませんけど、黒田さんが変わればですね、ちょっとは金利を上げるわけですよ。ちょっとは金利を上げると今度はですね、不動産価格は下がったりもしますし、倒産する会社が出てきます。で個人の自己破産も徐々にこれから増えていきます。そうするとだんだんですね、なんだ岸田が悪いんやっていう話になるわけで、別に岸田は悪くないんですよ。悪くないんですよ。でも自明のことなんですよ。もうそれを読んで防ぐ方法って特にないんですね。それこそね、やろうと思えば山本太郎が言ってる通りですね、毎年100兆円ばらまいたらですね、それは防げますよ。ふざけますけど、その分円が弱くなって、結局またあれですね、円安になってですね、日本はどんどん貧しくなるって、日本は信用できない国というふうになってしまうというだけの話なんですけど、だからやらん方がいいんですよ。その時木村太郎じゃないのとか、山本太郎、そう、山本太郎、すみません木村さん、あなたのこと違います。山本太郎の言う通りですね、100兆円ばらまきゃいいんですけど、そう、本当それはアホな政策で、もうポピュリズムの極みみたいな政策なんですね。だからやらん方がいいわけなんで、そうするとやっぱり日本はですね、自利品になっていきます。でここでやっぱしね、賢明な政策は産業振興なわけなんですよ。で、安倍さんがやりかけてですね、途中で諦めた岩盤規制を打破するとかね、
そういう方向に行けばですね、いいんですけど、岸田はそんなにそういう発想全くないし、岩盤規制を叩くなんていうのはこれ、役人を相手に喧嘩することですから岸田がそんな役人の言うことは聞いてもですね、役人を相手に喧嘩するということはありえないんで、多分ですね、この3年間は岸田自利品の3年間で、3年後の国政選挙でボロ負けになってですね、もしかしたら自民党はゲアということになるかもしれません。その前に、岸田どん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 支持率を下げて自民党の中でですね、あんなあかんでという話になってですね、まあ3年に1回ですから2年後ぐらいにですね、自民党の総裁選がございます。そこでですね、岸田降ろしっていうのが発生するかなということですね。まあそれが一番ありそうですかね。この2年間、なんていうか何もしない岸田政権が支持率を下げていって、2年後に総裁選、まあ次誰かって言いませんけどね高市さんもねいいんですけど、安倍さんが亡くなったんでね、もうなんていうかこう後ろ盾がなくなったも同然で、あの人ほんで安倍派ちゃいますからね、ね、派閥のバックがない人はやっぱり弱いですね。はい、ということで、何もしないであろう黄金の3年間というお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。